三の字旅行会、大阪慶吉。赤帽の伝さんはもうしばらく前からその奇妙な婦人の旅客たちのことに気づき始めていた。伝さんは東京駅の赤帽であった。東海道線のプラットフォームを職場にして、毎日汽車に乗ったり降りたりするお客を相手に商売を続けている伝さんのことであるから、いずれはそのことに気がついたとしても不思議はないのであるが、しかし気がついてはいても、伝さんはまだそのことについてあまり深く考えたことはなかった。何しろ一日に何万という人を出したり入れたりする大東京の玄関口である。一人や二人の奇妙なお客があったとしても、大して不思議に思うほどのことはないのであるし、第一、一旦列車が到着したとなれば、もう自分のお客を探すことで心中いっぱいになってしまい、全くそれどころではないのであった。だから伝さんがその婦人客たちのことについて考え込むようなことがあったとしても、それはせいぜいお客にでもあぶれた退屈な時くらいのものであった。ところで伝さんの気づき始めた婦人客たちというのは、なるほど、考えてみれば全く奇妙な旅客たちであった。それは東京駅から汽車に乗る客ではなく、東京駅で汽車から降りる客の中にあって、ほとんど毎日決まって一人ずつ現れるのであった。毎日違った顔の婦人ばかりで、容貌といい身なりといい、それぞれ勝手気ままで他の婦人客と別に違ったところがあるようでもなかったが、しかし必ずその客は東京駅着午後3時の急行列車から降りるのであった。そしてよく気をつけてみると、必ずその急行列車の前部に連結された3等車の前から3両目の車から降りてくるのであった。しかもいつでもその婦人客たちには一人の人の良さそうな男が出迎えに出ていて、その出迎えの男に持たせる手荷物には決まって赤インキで筆太に三の字を書いた小さな洒落た荷札がついているのであった。旅客の持っている手荷物、ないしは手荷物を持っている旅客のおかげでおまんまを食べている赤帽の伝さんである。なるほど、一見普通の婦人客と区別のつかないような平凡な婦人なぞ、いつでも満員で降車客もごった返すような混雑を呈するとは言いながらも、その妙な三の字を書いた荷札付きの手荷物を持った3時の急行の3等車の3両目の婦人客に、いつからともなく気がついたとしても不思議はないのであった。もっとも伝さんが一番初めその妙な婦人たちのことに気のついたきっかけというのは、必ずしもその手荷物ばかりでなく、いつもその手荷物を持たされる例の人の良さそうな出迎えの男にもあった。その男は、なるほど、人の良さそうな顔をしてはいたが、あまり風采の立派な男ではなかった。いつでも薄汚れのした洋服を着て、せいぜい何かの外交員くらいにしか見えなかった。毎日3時少し前になると、入場券を帽子のリボンの間に挟んで、ひょっこりプラットホームへ現れ、他の出迎え人の中へ混じって汽車の着くのを待っているのであった。汽車が着くと、男は必ず3等車の3両目の車へ入っていって、やがて例の奇妙な婦人客のお供をして降りてくるのであるし、そのお客が男を従えて降りてくる頃には、もう伝さんは自分のお客のことで一生懸命になっているので、その顔を見覚えることなど到底できようはずもないのであるが、出迎えの男の方は何しろほとんど毎日のことであるので、いつの間にか顔も見覚えていたのであった。最初のうち伝さんはその出迎え男をどこかインチキなホテルの客引きかなんかであろうと考えた。そしてうるさい商売がたきだと思った。しかしだんだん日数が重なるにつれて、どうもただの客引きにしては少し腕が良すぎると感づき、続いて手荷物の三の字と3時の3等車の3両目に気がついて、どうやらこれはただの客引きなどではなく、何かいわくのある団体の一種の案内人といったようなものではあるまいかと考え直すようになったのであった。そして結局、伝さんの疑問の中心は、まずその毎日3時の汽車で上京してくる奇妙な婦人客の上へ注がれるのであった。妙な女たちだ、よくよくさんという字に惚れ腐っているらしい。
蓮さんは焦らずゆっくり考えた。しかしもともとあまり物事を深く考えることの得意でない蓮さんは、いつまでたってもこの問題に解決を与えられそうな明暗を考え出すことはできなかった。そうしていつの間にか一月二月と時間が流れていった。しかもその間、例の三の字着狂いの婦人客はほとんど毎日のように三時の急行の三等車の三両目でやってきて、相変わらず出迎え男を従えて改札口の方へ出ていった。考えてみればどうもこれは容易なことではない。もう今までに一日一人で百人近くのいろいろな婦人たちが着狂いじみたやり方で上京しているのだ。それもそもそも蓮さんがそのことに気づいてからの大体の計算であって、この奇妙な旅行者たちがまだ蓮さんの気づかなかった先からこのようなことを続けていたのだとしたなら、一体何百人の着狂いが同じように奇怪な方法をとって上京しているのかわからない。蓮さんはなんだか恐ろしくなってきた。三という字に関したものを思っても見ても考えても変に気持ちが苛立ってきて、そろそろ一人でこのことを包み隠している負担にこらえられなくなってきた。そこで蓮さんはとうとう思い切って例の奇妙な案内人に渡りをつけてみようと決心した。ある日午後3時10分前、例によってひょっこりプラットホームに現れ、多くの出迎え人の後へ立ってぼんやり3時の急行を待っていたその男へ、蓮さんは何気なく近づいて声をかけた。毎日ご苦労さんですね。すると男は急にへんてこな顔になった。そしてひどく慌てた調子で、いやどうも毎日のお客様でやりきれませんよ、そう言って同情を請うような目つきで蓮さんの顔を見た。蓮さんはすかさず言った。いやわしもこれで20年も赤帽稼業をしているから、お客様を待つ気持ちの辛さというものはよくわかるですよ。時にぶしつけなことをお聞きするが、あんたのお客さんはどうもまことに不思議なお客さんばかりですね。男は黙ったまま目を見張って一層へんてこな顔をした。いやどうか悪く思わないでくださいよ。わしはどうも物好きな性分でね、何しろあんたの毎日のお客様をそれとなく拝見しているうちに、どうも時間といい、箱といい、切符といい、荷札といい、どれもこれも三の字にひどく関係の深いご婦人たちのように思われてね、これには何か面白い因縁話がおあんなさんじゃねえかと、ついその物好き根性が頭を上げてお聞きしたいんですよ。男は前より一層困ったような顔をしてしばらく黙ったまま立っていたが、やがて思い切ったように小声で切り出した。実はお察しの通りですよ。私は三の字旅行会というのに使われている、ま、一種の案内人といったようなものですがね、何しろ雇い人ですから深いことは知りませんが、お察しの通り私のお客様にはその三の字旅行会という会との間に一風変わった因縁話があるんですよ。ほほう、そいつはぜひともお察し使えなかったら伺いたいものですね。蓮さんは思わず乗り出した。だがこの時3時の急行列車が激しいエキゾーストを吐き散らしながらホームへ滑り込んでくると、じゃあまたこの次お話しいたしましょう。男は言い残していつものように三等車の三両目へ乗り込み、今日はいつもより一段と美しい年の頃28区のしとやかな婦人のお供をして、大きなカバンを下げながら改札口の方へ向かって、神妙に婦人の後から地下道の階段を降りていった。蓮さんもお客ができて急に忙しくなったので、その日はひとまずそのままで忘れるともなく過ごしてしまった。さてその翌日、三の字旅行会の案内人はいつものように到着ホームへやってくると、何分自分は一階の雇い人であるから詳しい話は知らないがと蓮さんへ念を押して昨日の続きをやりだした。がその話はなかなかの長話で、とても汽車を待っているくらいの短い間で一度に聞かれるようなものではなく、それから3日4日と旅を重ねてやっと聞かされ終わったところによると、何でもその三の字旅行会というのはただの営利的な旅行協会みたいなものとは全然違って、一種の慈善的な奉仕会であって、陰徳を尊ぶ会長の主意に従って会長の名前にしろ全然秘密であるが、
大体その会の仕事というのは、ある一定の地方に住まっている両親のない30歳以内の婦人で、東京方面へ旅行したいという人のために汽車賃と滞在費と、それから小遣いの3通りの経費を全部提供して、全く無料ののんきな旅をさせようという、まるで嘘みたいな話であった。もっともそれだけに条件もちょっと面倒くさく、今言ったような資格者で、その地方にあるその会の支部長の推薦がなければならないのであった。何でもその支部長というのも、その地方ではかなり人望のある慈善家だそうであるが、その支部長の推薦を受けた資格のある志望者は、例の3の字のマークをもらって、それを手荷物へ付け、東京着3時の3両目へ乗って上京しなければならないのであった。すると、それを目印にして、その案内人が迎えに出かけ、3時30分までに会の事務所まで案内されていくと、ちょうどその時間にやってきた会長が、その客の旅行に要する経費を、もっともこれは300円以内でないといけないそうであるが、とにかくその金を渡してくれるのであった。条件といってもそれだけで、もうそれからは自分の勝手についたように遊び回るなり、用事をするなりすることができるのであって、幾日滞在しようと、どこへ泊まろうと、いつ東京を引き上げようと、全く勝手で、案内人も見送りしなくてもいいことになっているということであった。ところで、その会長というのが、これがまた昔はただの貧乏人であったそうであるが、今はなかなかの金持ちで、もう相当な年寄りであるが、ある事情でその会を始めるようになってからは、降ってもてっても必ず毎日午後の3時30分には事務所へ出てきて、案内されてきた客に面会するのであった。面会といってもわずか3分間くらいのもので、会長はただ金を渡すだけでさっさと帰ってしまう。それで1日に1人しか案内できないことになっているとのことであった。ところで、その奇特な覆面会長が、なぜこのように妙な奉仕会を始めたか、そしてまた、なぜそんなに三の字尽くしのサービスをするのか、その根本的な事情について一通りの話を聞いたデンさんが質問の矢を向けると、三の字旅行会の案内人はしんみりした調子に改まって、こんなふうに説明したのであった。そうそう、あなたも定めしその点不思議に思われたことでしょうね。いや、こいつは私も会の会計をしている方からまた聞きしたことなんですから、全く詳しいことは知らないんですが、何でも会長はまだ貧乏していた若い頃に、自分のところへ引き取ることのできないような子供をこしらえたんだそうですよ。女の子で三枝という名前をつけたそうですがね。ところが、それがそもそもこの因縁話の起き始まりで、最初は母親の手元で育てられたんだそうですが、その娘さんの三つの年に、かわいそうに母親はふとした病気がもとで死んでしまい、娘さんは関西方面のある慈悲深い人の手に渡って育てられることになったんですが、ところがこの娘さんがまた育つにつれて大変利口な子供になり、学校へ上がる頃にはもう自分の身の上をそれとなく気づいてでもいたのか、しきりと東京の空を憧れるようになったんです。ところが悪いことには、三枝さんは生まれつきの病身で、成長するにつれてだんだん弱くなり、女学校を出る頃にはすっかり病気になって、もう床についたまま起きることもできないようになってしまったんだそうです。肺病の一種じゃないかと私は思うんですがね。それで、まあ時には良くもなったり軽くもなったりしたでしょうが、とにかく憧れの東京へ出てくるほどの体にはなれず、ほとんど病床にばかり暮らして、そのまま10年の月日が経ってしまい、ちょうど30の年の3月にとうとう病気に負けてしまい、東京へ行きたい行きたいと叫びながら死んでしまったんだそうですよ。ところで、もうその頃、東京の父親は幸運に恵まれて大変な金持ちになっていたんですが、ふとしたことからその娘の育ての親に巡り合い、娘の亡くなるまでのかわいそうな話を初めて聞かされると、後に子供の一人もない父親は気も狂わんばかりに驚き打たれて、それまでは金儲けのことしか考えなかった頑固な心に大変動が起こり、かわいそうな娘の菩提を弔うことに自分の全財産を投げ出そうと決心したんです。それで、まあ、そのかわいそうな娘の名前と、
その運命にまつわる奇妙な三の字にちなんで三の字旅行会を作り上げ、育ての親であるその慈悲深い人を支部長に仕立てて、その人の推薦に従って毎日一人ずつ、物質的にはともかく親のない寂しい30歳以下の婦人で東京へ旅行したい人たちを三の字会会員として三の字尽くしのサービスをするという、まあ大体そんなふうな事情のように私は聞いておりますがね。いやどうも長話をいたしましたが、これでまず私の奇妙なお客さんたちと三の字旅行会の関係がお分かりになったでしょう。ところで一つお願いしときますが、何分前にも申し上げたように、会長は隠れた徳を尊ばれる方ですから、私の申し上げたお話もどうかあなたの胸にだけ収めていただいて、あまり外へお漏らしにならないようにしてください。おや、どうやら列車がやってきましたね。そう言って、その奇妙な案内人は長い話に結末をつけると、感じ入って立ちぼけている伝さんへ軽く会釈を残して、その日のお客を迎えるべく到着した列車の方へ駆け去っていくのであった。伝さんはこの話を4日にわたって聞かされた。1日1回がほんの5分か10分の短い間であったが、それでも伝さんは不思議な話を聞くうちに、その4日間というものはまるで続きものの講談でも聞いている時のような楽しさに浸ることができたのであった。そしてそんなことがあってからは、伝さんと三の字旅行会の案内人とは急に友達のように親しくなってきた。といっても2人が顔を合わせるのはほんの短い間のことであるし、2人ともそれぞれに自分のお客を持っている体なので、別に毎日親しく話し合うというようなことはできなかったが、お互いに顔を見合わせるような時には快く挨拶し合うようになってきた。伝さんはその案内人と、その背後にある旅行会と、そしてその会の家宝なお客さんたちの持っている言うに言われぬ劇的な雰囲気の中へ、自分も一本加わっているような気持ちがした。考えてみれば、伝さんの大勢の仲間の中でこの話を知っているのはどうやらまだ伝さん一人だけらしい。伝さんはなんだかそれが得意にさえ思われてならなかった。そうして10日20日と日が経っていった。ところがこのままで済んでしまえばまず何でもなかったのであるが、ふとしたことから伝さんと三の字旅行会の案内人との密かな親交をぶち破ってしまうようなとんでもないことが持ち上がってしまった。ある日のこと、赤帽だまりで昼飯を食べていた伝さんのところへ、降車口の改札係のウリ氏がひょっこりやってきて、いきなり言った。伝さん、お前さんは赤帽の親分だから知っているかもしれないが、毎日3時の汽車で一人ずつやってきて、いつも同じ男に出迎えられていく女のお客さんたちがあるようだが、知ってるかい？ええ、知ってます。どうだい、何かおかしなところがあるとは思わないかね。そこで伝さんは弁当を置くと、口の中のものをごくごく飲み込んで、やおら向き直り、大ありですとも、三の字旅行会の因縁話というやつで、知っているのはこのわしだけ。しかも口止めされているんですが、ウリさんにならこっそりお話ししてもよござんしょう。もう伝さんはそろそろ心中の得意を誰かに聞かせてやりたく思っていた矢先だったので、ウリ氏の突然の質問にわけもなく調子込んで、先日案内人から聞かされた話を残らず得意になって喋ってしまった。すると聞き終わったウリ氏はにっこり笑いながら立ち上がって、ありがとう。ところで伝さん、折り入って頼みたいのだが、今日の3時に改札の僕のそばへ立っていてもらえまいか。手荷物5つ分の手間賃を払うよ。ね、頼むぜ。いいだろう。伝さんは無論2つ返事で引き受けた。何のことかは知らないが、とにかく手荷物5つ分の稼ぎである。やがて3時がやってきた。ウリ氏の後ろでぼんやり伝さんの立っている改札口へ、3時の急行の旅客たちが雪崩のように殺到してきた。伝さんはふと背伸びをして旅客たちの方を眺め回した。今日の三の字旅行会のお客はまだ20を2つ3つ過ぎたばかりの洋装の娘であった。例の案内人に大きなトランクを持たせて晴れ晴れした顔をしながら、真ん中辺をだんだんこちらへやってくる。ウリ氏は一体何をしようというのだろう。
伝さんはなんだか急に心配になってきた。ところがやがてその洋装娘が瓜師の前までやってきて切符を差し出すと、受け取った瓜師は娘をやり過ごしておいていきなり手を前に出し、後から神妙についてきて伝さんへ目で挨拶しながら通り抜けようとした案内人をぴたり差し止めた。ちょっとあなた待ってください。すぐ済みますからこちらへ寄っていてください。瓜師は早口にそう言って手早く案内人を伝さんの方へ押しやると、もう後の人の切符を忙しく受け取り始めた。案内人は急に慌て出した。何か口の中でもぐもぐ言いながら、人混みの中へ押し入るようにしながら、入場券をウリシの手へ差し付けるようにして、出口から5軒も向こうへ行ったところで、後ろを振り返って立ち止まっている例の娘の方を顎で刺し、「お客さんの荷物を持っているんですから、と通してくれなきゃ困るですよ」。するとウリシは黙ったまま再び案内人をデンさんの方へ押しやりながら、非常な速さで案内人の手からトランクを取り上げると、デンさんへ厳しい語調で、「じゃあデンさん、君この荷物をあのお客さんにあげてくれ。いやいや、これは私の役目じゃから私が持っていかねばならん。デンさん早くしてくれ。この方にはちょっと用があるんだから、荷物は君がお客さんにあげてくれ」。もう向こう向きになって仕事を続けながら叱るように言うのであった。改札係といえばデンさんたちよりは段違いの上役である。デンさんはピリッとしてトランクを持ったまま本能的に柵を飛び越え、立ち止まっている若い婦人客のところへ駆けつけた。するとこの時妙なことが起こった。その妙齢な美人はいともご機嫌斜めなご免停で、「失礼しちゃうわ、そんなもの私んじゃなくってよ」言い捨てて向き直ると、スタスタと出口の方へ歩み去り、ぷいっと見えなくなってしまった。一方改札口ではこれまた一騒動を持ち上がっていた。何を思ったか例の案内人は瓜師の背後から押しのけるようにして柵を飛び越そうとしたが、瓜師に引き止められて、しばらくゴテゴテと押し合いもみ合い、やがて駆けつけた他の駅員たちに取り押さえられて、どうやら観念したらしく事務所の方へ連れて行った。瓜師は再び向き直ってさっさと仕事を続ける。静かなものだ。その晩、非番になった瓜師は赤帽だまりへやってきて、ぼんやりしているデンさんへ笑いながら切り出した。「おいデンさん、しっかりしてくれよ。一体お前さんは少し講談や小説本に夢中になりすぎるからいけないんだ。ふん、三の字旅行会だなんてとんでもない与太話に引っかかってさ。あんなものはみんなでたらめだよ。僕だってもうしばらく前からあの案内人やお客のことには気づいていたんだ。しかし僕はおかげでお前さんみたいなとんでもない勘違いはしなかったよ。第一、君はその三の字旅行会の婦人客たちは一定の地方からやってくると聞かされたろう。しかし僕が今まで毎日その婦人客たちから受け取った切符の発行駅は大阪だったり静岡だったり神戸だったり名古屋だったり、いや全くバラバラで、一定の地方からなんてやってきたものでは決してないんだ。これでもまだお前さんはそのへんてこな旅行会を信じたいかね。いやまあ、あったことにしてもいい。が、とにかく会長も会計も、それから今まで案内された何百人というお客さんも、実は全くの与太話でありはしないんだ。せいぜい今日捕まった案内人が会長で、それから某駅に支部長が一人いるだけなんだ。この支部長の出張する某駅というのを、実は僕はもうしばらく前から調べていたんだ。それがこの頃になって大阪駅であることが分かった。手っ取り早く事のあらましを申し上げようかね。今日捕まったあの男は神田のある万年筆屋の番頭で、三角太郎っていうどえらい先生なんだ。それでこの万年筆屋は大阪に工場を持っているんだ。昨年あたりまではこの万年筆屋は大阪の工場から何万本という万年筆を時々まとめて送らしていたんだ。ところがこの方の仕事も自分の手でやっている三角太郎氏は、今朝あたりもう大阪で捕まっているはずの同類の支部長と一計を案じ出して運賃詐欺をし始めたのだ。つまり時々大量に送る荷物を毎日少しずつに分けて、カバンでもトランクでも、あるいはボール箱でも風呂敷包みでも何でもいい、とにかく手ごろな手荷物の格好にこしらえて、
それに例の赤インキで三の字の入った荷札をつけ、まず大阪の支部長がそれを持って大阪駅で入場券を買い、お客を送るようなふりをして、東京へ3時に着く列車の3等車の3両目の網棚へ乗っけて、そのまま知らん顔をして引き上げる。列車はお客さんの手荷物と思い込んで黙って東京駅まで運んでくれる。さて、午後の3時には三角太郎氏が東京駅で入場券を買って、いかにもお客を迎えに行くようなふりをしてホームへ入り、3時に着いた急行の3等車の3両目の網棚から支部長が置いたままになっているその3の字のどぎつい目印のついた荷物を持って、誰でもいいからお客の後ろにくっついて、さもそのお客を迎えに来た乙女であるようなふりをしながら駅を出ていくと、まあそういう寸法なんだ。それが女の後ばかりついて降りていったというのは、これは自然の情でね。どうせ誰の後へついていってもいいのなら、じじむさい男の後などをついていくよりは、若い女の後ろの方がよっぽど気持ちがいいんだからね。とにかくそのやり方でやれば、まず1回1日分何円とかかるはずの運賃が、大阪と東京の2枚の入場券、つまりたったの20銭でことが足りるんだから、ずいぶん便利な方法さ。それも2度や3度ではなく、もうこの1年近くも毎日続けていたらしいんだから、この節約された金高というものは莫大なものだよ。もう分かったろうね。三の字なんて荷物を送った列車と車両とその荷物との目印に使ったものに過ぎないんだよ。それを変に勘違いしたお前さんに尋ねられたので、即座にあんなヨタ話を作り上げて、物好きなお前さんを煙に巻いたというわけさ。ところで伝さん、僕も一つ洒落てみたんだがね、一体今日は何日だっけ？伝さんはちょっと顔をしかめたが、すぐに飛び上がるようにして言った。あ、そういえば今日は3日でしたっけ？